皆様こんにちは。今日は売上と冷静について話させてもらおうと思います。売上って自分でねビジネスされてる方はみんな気にされてると思いますけれども、これは客観的な統計データなんですけど、自分で起業された方って10年以内に9割の方が廃業されてるのが現実なんですね。それは僕の見識という考えなんですけど、普通にビジネスをすると一生懸命売上を上げようとして皆さん頑張ってるんですけど数年も持たない。なぜかっていうと、自分自身のそれが冷静に実はすごく関わってるんです。冷静って何ですかって、皆さん思うと思いますが、これは人間の持ってる精神性なんですね。精神性ってしっかり認識して世の中に対して私はこういう人間だっていうことを示す決意とか、ビジネスにおけるミッションとか、そういったことにも直結してるんですけれど、そういった自分の冷静決意といったものを持って社会にこう貢献していく、人々の幸せに役立っていく、そういった大義名分のような自分のミッション、社会的にこういうことをする、そういった決意ってもの、冷静ってものがないと社会、世の中にそういった自分の愛を循環させて人々の幸せに役立ち、それが回り回って自分に裏切り返ってくる、最終的に返ってくるという、そういういい循環を起こすっていうことがビジネスそのものですね。社会に対する愛のフローだと僕は思ってるんです。それがやっぱりないとどうしても売り上げが詰まって回らなくなってしまう、詰まって回らなくなってなるとは、結果的に大半のものは冷静、要するに自分自身の魂でこう世の中に貢献していくっていう愛の決意、そしてそれをフィードバックしていくという流れを作っていないからだと私は思っています。ですので企業の経営とか、自営業ビジネスの経営のアドバイスさせてもらってるんですけど、やはり冷静っていうこと、自分が何のためにビジネスをしているのかということをしっかり確認し持った上で、世の中に対する貢献っていうことを考えた上で最終的に売上につなげていくという流れを作っていくのが、やはり自分でねスモールビジネスを起こしていく面では絶対に避けて通れない大事なところだと思っております。今日は売上と冷静について簡単に説明させていただきました。ありがとうございます。ご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルではサイキック能力、自分の潜在能力を爆発させてどんどん売り上げを上げて社会に貢献する、そういった突き抜けた経営者、自営業者を応援していく、増やしていくために私は一生懸命お話しさせてもらいますので、今後ともよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。